のオートポリスで行われたスーパー耐久レースの第4戦。そのイベント会場で見つけたこちらの車、一体これは？この第4戦レースでは二酸化炭素をほとんど出さない水素エンジン車の活躍も注目されました。トヨタ自動車は今シーズン気体ではなく液体の水素を燃料にした水素エンジン車を投入。マイナス253度という超低温の液体水素、それを充填する設備を動かすための電気を地元九州で作られた水素で作ってしまおうという取り組みが行われていました。液体水素を給水素するためには電源が必要ですから、その電源に使おうと。使う水素は福岡県トヨタ自動車九州の太陽光発電や大分県大林組の地熱発電、そして福岡市の下水から発生するバイオガスなど、いわゆる再生可能エネルギーから生まれたものばかり。これらの水素を酸素と化学反応させて電気を生み出す仕組みです。オートポリスのイベント会場で何やら気になる車を見つけました。それがこちら。こちらは FCEV って書いてある水素で動くゴミ収集車になります。トヨタ自動車が開発した FC ゴミ収集車、水素で作った電気の力で走ります。集めたゴミを圧縮する時もモーター音しか聞こえません。通常エンジン車だとエンジンをブーンと回して、そのポンプを回して動かすので、こちらは燃料電池の電気でポンプを回すので何にも音がしないのにものすごいパワー。福岡市内のゴミの回収は夜間に行われることが多いのですが、これなら回収車の音もあまり気にならないのでは。九州自体がですね、非常に水素に対して積極的に活動を取り組まれている地域でございます。市民生活に根ざした水素社会のスタートを切れればということで、さまざまな日本のですね、都市にも展開できる可能性があると思ってますので、一つの原単位として取り組みをスタートしていきたいと思っています。次回、酒造りにも改善？